さんこんにちは、今日はですね、前回のゴミくんからの、スタッフ紹介の第2弾ということで、今日は、金子ネスティを紹介したいと思います。じゃあねんねどうぞ。はい、はい、ねんねです。サルに来てる人は見たことあると思うんですけど、ねんねは日本人とフィリピンのハーフで、はい、すごい笑顔がかわいい新人のスタッフです。じゃあねね、入社してどうですか？入社して、すごいお客様 とコミュニケーションするのがすごい楽しくて、毎日充実してます。充実してますか？はい。で最近ですね、ジェニックの女性群はダイエットにハマってまして、ねねもね、はい、目標があるんだよね。目標がマイナス13キロです。はい、言っちゃいました。マイナス13キロ。なんかしてることは、夜あんまり食べないようにしてるのと、お腹が空いたら、今そうめんをすごいハマってまして、カロリーも低いので、すごい現時点今2キロ痩せてます。今2キロ。まあね、この夏で何キロ痩せられるか、皆さんぜひ見に来てください。ねねはマイナス13キロ、はい、目標です。はい、じゃあ、次のスタッフを誰か一人紹介してください。はい、私とゴミさんの一つ上の野口先輩を、はい、じゃあ次回は野口さんを、特集したいと思います。それではこの辺で、さよなら。さよなら。